おはようございます。って言っても今日はね、お昼なんだけども、昨日の Vlog の編集してたら、ちょっといろいろ手こずりまして、お昼まで作業してたんですけど、エアコン入ってんだよね、もう。今日もね、日中暑いんだ。困っちゃうよね、タムちゃん。タムちゃん、寒い嫌いだからいっか。困っちゃうのあの子だと思います。暑いねーっていつも言ってる。谷くんいないけどどこだろうね、探しながらポミちゃん挨拶に行きましょう。ポミくんおはよう。谷くん掃除用具屋のどっか奥に入ってるっぽいね。すごいな毛が。昨日掃除機かけなかったからだと思うけど、すごいな。抜け毛でしゅねポミたん。今からじゃあお掃除するからね。ちょっと騒がしくなるけどごめんね。サムちゃん、ポミくん、ご飯とおやつの時間ですよ。今日サムちゃんご飯遅いんです、実は。というのも今日帰ってくるのが遅いから、あまり早くにあげちゃうと夜ご飯の時間が遅くなっちゃうのね。まあ先にあげていこうかってお父さんと話もしてたんだけど、そうするとね、翌日の朝が今度ね12時間以上空いちゃうわけだから、今日はお昼を遅くして、まあ、夜の方に合わせていこうっていうことで、遅いんだけどもうね4時ぐらいなんだけどね。まずはポミくんね、はい、お座りしてください。はい、グッボーイ、グッベイビー。はい、どうぞ。タムちゃんはお座り。お手は、お手をこっちだよね。はい、おかわり。よしよ。ポミくん早いね、終わっちゃったね。サムちゃん終わるまでもうちょっと待っててね。サムちゃん終わったので、おやつにしましょうね。いい子だね。じゃあ最初ポミくんからだからね。サムちゃん横入りダメよ。はい、じゃあポミくんどうぞ。はい、おいしい。はい、サムちゃんはどうぞ。はい、おいしいね。上手だな。これ食べるの今日は。サムちゃん食べ終わったって言ってるけど、めっちゃビスケットボロボロでございます。このね、サムちゃんがずっと食べてた日本で買ってきたビスケットね、もうこの2つでおしまいなんですね。なのでね、1個ずつ分け合いましょうね。おしわりしてください。振り子車ですね。ポミクからだからね、横入りダメよ。はい、ポミ。はい、ダム。おー、落としちゃった。ダメよ、ポミク取ったら。今度サムちゃんあっち持ってった。最後これ、この前買ってきたやつを一個あげてみようかなと思ってるんだけど、お肉の匂いもするんだけどね、酸味の効いた匂いもしてて、なんだろうと思ったら、なんかいろいろ酸っぱいものも入ってる、レモンだとかそういうのもね。かわいいハートの形してます。どうかな、私結構好きな匂い。お肉のジャーキーっていうんじゃなくて、なかなか美味しそうな匂いしてます。じゃあおしわりしてください。おりこ、ポミクからね。でこれで最後だからね、最後だからね、味わって食べてね。初めてのやつだからね。はい、ポミくん。はい、タムちゃん、どうぞ。あ、持てた。ポミどう今の。早かったな。おいしいな。よかったね。おいしい口してんな。よかった、よかった。はい、もうないよ。ないね。オッケーね。サムちゃん長いね。味わってますね、きっとこれは。でね、先に散歩行こうかなと思ったんですけど、今日ね、やっぱりね、ずっとエアコンが入ってて、外すごい暑いから、今はちょっと散歩出るのかわいそうだなと思うので、遅くなっちゃうけど、お父さん夜行ってもいいよって言ってたから、まあ帰ってきてお父さんがね、ぐったりしてなければ行こうと思います。もう大丈夫かなとは思うけど、地面もすごい暑いからね。やっぱ肉球痛いとかわいそうだし、特にサブちゃんはちっちゃいからね。美味しかったね。終わったの。はい、もうないよ。なーい。ボミくんもさっき見たもんね、もうね。お利口者。いや、もうないからね。ちょっと外に行って運動したら、ねんねしましょう、また。ということで、着替えましたので、出かけようと思います。昨日これね、着てるの取れてなかったんですけど、ちょっと上羽織っちゃったんだけど、ちょっと脱ごうか。こんな感じのドレスなので、下はね、結構タイトにできてるんですけど、裏地は。これはふわふわなので、いっぱい食べても平気そうな感じ。背中が結構バックリと開いてるの分かるから、まあ夏向きだけどいいかなと思っておりまして、洗濯したからちょっと丈短くまたなったんだけど、こんな感じでございまして、先ほどの同じようなさ、刺繍のカーディガンをまだ暑い時間は羽織って、涼しくなったらこのピンクといろんな3ウェイぐらいで使えるこれニットなんだけど、これを着ようと思っております。アクセサリーいつも通りなので特に変わりなく、久々に同じようなカラーだからデニムなんだけどさ、マイケルコースのバッグ出してこようかなと思っておりますので、こんな感じで出かけてこようと思います。
出発時間を過ぎておりますので急いでおります。まあ間に合うと思うけどね、渋滞してって間に合わなかったらと思って1時間前に出ようと思ってたんですけど、まあ多分大丈夫だと思うので、とりあえずバッグ用意していこうと思います。それではもうギリギリなんですけれども、きっと間に合わないと思うんだけど出ようと思います。お父さんもきっとね、会社出る時間ね、なんだかんだ遅くなると思うから大丈夫だと思うんですけど、車のセッティングも全然できてないからセッティングしていこうと思います。行ってきます。サウスコーストに着きました。お父さんも今着いたっぽいので、お店の前に待ち合わせしているので向かおうと思います。お父さんいたいた、はい、あるよ上着。お待たせ。今日のディナーはリンタイフォンです。お父さんキュウリ食べたいっていうので、私ボバ頼んだんだけど、食べましょう。どうぞ。すごい嬉しそうだね、ずっと。小籠包2つ頼んだんだけど、まず1個目が来て、いつもの大好きなライスケーキの炒め物も頼みました。お父さん、エビと豚肉のシューマイが食べたいっていうか頼んだんだけど、暑いと大騒ぎしております。暑いものですよね。ご飯食べ終わってちょっとまだ時間あるからブラブラしてきますが、あんまり食べ過ぎると集中できないからあんまり食べないとか言ってたくせに、お腹いっぱいで大変だそうです今。もうコンサートホールに移動してきてるんですけど、お父さんずっと仕事の電話してて入れないと。サウスコーストから別の駐車場に移動して歩いてきたんですけど、駐車場でずっと電話してて間に合わないといけないと思ったらしくて、行くみたいな感じでこうジェスチャーでされて着いたけど、まあどのぐらいかかるかわかんないけど、開演までに間に合えばいいかなと思ってます。会場に入っております。お父さんは高まってますね。今日は何を聞くんですか？シカゴ交響楽団です。お父さんが世界で一番好きな交響楽団だそうです。でもなんかご飯食べてる時からさ、ずっとニヤ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 しててすごいわけね。No. しかも今回はね、席も1階のいいとこ取ってるから最高に楽しみでございますね。この人嬉しそうですね。本当に近いの。いつも上の方に座ってるんだけど、ここです。コンサート終わりました。お父さんいかがですか？はい、見てこの陽気な感じ。テカっちゃってるし、興奮が冷めやまないだそうです。なんかさ、会場も出たがらなくってずっと座ってるから、早くよって言って連れてきましたけど、よかったですね。嬉しいですか？はい。どのぐらい？いっぱいだそうです。で、今日は待ち合わせだったから車別々なので、隣に止めたんだけどね、お父さんの。これから後ろについて帰ろうと思います、お父さんのね。それでいいでしょ？はい、はい。私なんかあんなに食べたのにお腹空いちゃった。とりあえず帰ります。お家帰ってきました。サニ君お腹空いたって言ってる。タムちゃんもかな、お父さんにまとばりついてるけど、ポミもいるね。みんな一回お庭出たんだよね。それではお散歩行ってこようと思います。お父さん寒くないのかな。近所一周してきます。お家帰ってきました。今11時半過ぎなんですけど、お父さんお風呂入る？それともお茶ちょっと飲む？お茶ちょっと飲む。はい、お茶してからお風呂入ろうと思います。トトくん、おやつみにちゃーい。トトくん、今日もみんなでお留守番ありがとね。ママ昨日トトくんにお願いしてたからね。サニくんもホミくんもぐっしり眠ってたみたいだし、サムちゃんはとってもお利口さんにしてたみたい。本当に良かったでしゅ。トトくんありがとね。また少しお留守番長くしてもらう日いっぱいいっぱいあると思うけど、その時はよろしくお願いしますね。今日も一日ありがとう。ゆっくり寝寝してください。おやじみおやじみおやじみ。で、肉なんだ片目閉じて口下にしてたからか。おやじみ。多分じゃないだろうね。
谷くんはかくれんぼほんと上手だね。掃除用具入りのどこに隠れてるんだろう。奥の方の多分裏側に隠れてるんだろうね。サムちゃんこっそり入ってってさ、少ししてから出てくるけど、サニくんちょっとお話ししてるのかな、一緒なのかな。今日もルシバありがとね。ここでずっと寝てたの、ぐっしゅりさん。よかったわママ。今日暑かったからね、大丈夫かなと思ったけど、大丈夫そうですね。今日も一日ありがとね。ゆっくり寝にしてください。おやすみ、おやすみ、おやすみ。とにかくすごい。おやすみ。ふみこおやすみ。ふみこ暑いの？ガラシュいるね。さっきソファーにいたけど、いろんなとこ移動してましゅね。一番気持ちいいとこに寝にしてくださいね。今日もね、お留守もありがとうね、ポミー。サムちゃんの面倒も見てくれてありがとう。ねえ、ポミくんいいお兄さんだからね。お留守はもともととっても上手だけどね。サムちゃんもいるからさ、ポミくんいいお手本してくれててありがとうね。ほんとにいい子です、ポミは。ほんとにいい子。またお留守番長い日あるけどよろしくね。もう疲れてるね、ごめんごめん。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねんしてください。おやすみ、おやすみ、おやすみ。お顔キラキラ上手なのもみや。おみくどこ？おやすみ。しむちゃんおやすみ。なむちゃんここでねんねんしゅんだよね。お利口さんだね。ねんねんの時間になると入ってんだもんね、必ずね。いい子だね。昼間はいろんなとこでねんねんしゅるけどね、たぶんね。夜は絶対ここなんだよね。ここが一番安心して落ち着くんだよね。昨日も今日も長いお留守番だったけど、サムちゃん。上手にできてよかったでしゅ。お兄ちゃんたちの真似してお利口さんしてくれてありがとうね、ダム。サムちゃんおやすみ。サムちゃんおやすみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま2時ですね。帰ってきたの遅かったからこのぐらいかなと思ってたんですけど、お父さん裸ん坊でここで寝ちゃって、今目が覚めてぼーっと座っております。今 T シャツ手に取ったから洋服は着るんだと思います。今日はお父さんにね、おデートお誘いいただいてお出かけしてきたんですけど、久々にね、小籠包も食べたし、それからお父さん本当に楽しみにしていて、世界で一番ね、好きなシカゴ交響楽団ということもありまして、それからやる曲目はあ、こっちのが良かったなみたいなことを言ってたんですけど、お父さんもともとクラリネットを吹くから、クラリネットのソロのね、曲があったんですね。それで、まあ、だから主席の人が指揮者の横に立ってっていう形でクラリネットを吹いてたんですけども、それが本当楽しみだったらしくって、もうね、その人の真似とかずっとしてて、めちゃくちゃテンションが高いし、ずっとね、鼻歌も歌っていて、明日ね、仕事中ね、無意識に鼻歌歌いながらやらないようにしなねって言ったんですけど、本当に喜んでて、まあ、ちょっとね、チケット高かったんだけど、彼もね、奮発した甲斐があったんじゃないかなと思います。またね、次はいつ見れるかなんていうのはわからないし、今回の指揮者の方もお父さんにとってはもう向こう側の世界の人っていう、もう位置づけぐらい尊敬する方だったっていうのもあるので、本当にね、お父さんにとってね、今日はね、とってもね、いい一日だったんじゃないかなと思います。いつもなら月曜日ですね、家中細かくお掃除する日なんですけれども、今日ね、やっぱできなかったから明日やろうと思っておりますので、ビログはお休みさせていただこうと思っております。今月の MAC アイシャドウパレットのビデオがスケジューリング組んでありますので、ご興味のある方はよろしければそちらもご覧ください。今日も遅いんですけれども、ビログね、編集終わらせてから寝たいなと思っていて、明日朝からちょっと忙しいしね、ということで今日はこの辺りで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。